おはようございます。栃木の竹市農場です。はい、今からね、農協の農機具の展示会行ってきます。で、2、3日前にね、草刈りやってましたら、音を録音して、よいしょ、ラジオの声が入ってしまうのでまずいんで、今ラジオ小さくしました。2、3日前にね、草刈りやってて、草刈り機壊れました。あ、ホンダのフォーサイクルですね。で、竹市農場はあと2本持ってるんで、じゃあ予備機でやろうと思ってたら予備機も調子悪くて、結局、今使えるのが1台もありません。ただ電動の草刈り機もあるんでね、牧田の電動の草刈り機もあるんで、まあそれをね、引っ張り出してきて一応草刈りやりました。ただね、やはり電動草刈り機の欠点はいまいちパワーがない、だから田んぼのあぜの長い草なんかだとちょっと厳しいのかなと思うんだよね。だから短い草を、まあ、高めに刈るのには十分なんですが、ちょっとパワー不足と、それとやはり電池の容量だよね。小さい電池ですと2、30分、大きい電池でも1時間は持たないような気がしたんだよね。4、50分ぐらいかな。パワーがない上に、ちょっと1個の電池で作業できる時間が短いということでね、やはり電動式はちょっといまいち、かなと思ってます。ただね、まあ、一応草刈り機全滅しちゃったんで、まあ一応ね、電動の草刈り機を現役復帰させて、一応草刈りの方は終わりました。あれ、なんだこれ、これはまずいべ、なんだい、日産、これはエルグランドかなんかかな。これまずいよね。一応ね、停止線のすぐ脇には止まってるんですけど、これね、こっち側の車が停止線まで行っちゃったらさ、通行止めになっちゃうもんね。これはまずいでしょう。交差点の30メーターだよね、交差点からね、30メーター離れたところへ止めないといけないってルールがあるんだよね。日産の他の2333、これはまずいよね。まあしょうがない。まあ一応このまま動画は載せちゃいます。もうこれ完全にルール違反だからね。で、まあしょうがないんでね、草刈り機を、電動の方の草刈り機をね、現役復帰させて、なんとか草刈り終わりました。でも、あぜの草刈り機は、草刈りはどうなんだろうね。まあちょっと考えてるんで、もしね、エンジン式の草刈り機、農機具展示会でね、安いのがあれば1本、買ってもいいのかなと。で、うちの丸山の OHV にしても、ホンダの OHC にしても、もう20年以上経ってるんでね、まだ修理をしようと思えば、修理できて使えるんですが、とりあえず、まあ、フォーサイクルの草刈り機、適当なのがあれば、買ってね、まあ、あと20年、今78なんで、68なんで、78、88、もう20年後には90近くなりますんでね、まあ、いいとこ75、あと10年、まあ、78までやったとしても、まあ、いいとこあと10年持てばいいのかなと、80の声聞いたらちょっと厳しいよねって自分で考えてるんだけどね、なもんですから、まあ、草刈り機を1台買ってもいいのかなと。思っております。まあ農協のね、担当の人、まあ
機械壊れちゃったんで農協へね修理してちょうだいっていうことで、機械持ってったんですけど、その時に、農協の展示会ありますよっていうことで声かけていただいたんで、じゃあ草刈り機、安いのあったら買おうかっていうことでね今向かっております。どうだろう、危ないからやめよう、先が焦っちゃおう。ね、結構、直進車の直前をね右折して左側に突っ込まれる事故が多いんですね。まあ、今のタイミングはあそこ対向車止まれなんで、止まれで止まってる間にまあ右折できちゃったんですけどね。まあ止まれで一時停止しないでね、そのまますぐ行っちゃう可能性もあるんで、まあ待ってもねせいぜい5秒ですから、5秒待たないで事故るよりはね5秒待って、先行かせちゃった方がね絶対安全ですしね。まあそんなわけで、草刈り機、あったらば買おうと思ってます。あ、そうか、エアコン入れるの忘れてる。で、まあ、最近ね YouTube なんか見てて、ロシアかな、ロシアと、ウクライナで今戦争やってますけど、ウクライナのね農産物の、輸出する港から出てくるっていうか出入りする貿易する、船はまあ軍事物資の輸送とみなすっていうことでね、なんか今まで安全協定があって、まあウクライナも、まあ、穀物を輸出できるようになってるんですけどね、今それが間もなくその協定が失効して、ウクライナの港付近を航行する船舶については軍事物資を輸送していると見なすということで、まあ、貿易が一時止まるんじゃないかという話がなんかあるみたいですよね。で、ある YouTuber さんが、アフリカで2000万人ぐらいの人が食料困るというようなことを言ってましたね。で、その影響が日本にもあるんじゃないかということでね、まあああいう YouTube の動画って大げさに書いた方がね皆さん 見ますからね。でもまあ冷静に考えてみれば、今米って余ってで生産調整やってるわけじゃないですか。で人間が食べる米を、あ、いけねえ、あ、ダメだ、このままいったんじゃ、この辺で入れてもらっちゃおう、ごめんなさい、ちょっとね間違えちゃった、このまま行くと下行っちゃうか。今ね生産調整やってて、人間の食べる米をね牛に食べさせてるわけじゃないですか。 それをさ人間に、ね、ご飯用の米として回せばいいだけのことなんだよね、あの輸出が少なくなったら。だから別にウクライナの小麦とかね農産物の輸出が止まったからって言って、じゃあすぐ日本も食料危機になるかっていうとね、そんなことは絶対ないと思いますよ。でよく考えてみたらね、今から155年前、要は明治じゃないや、明治の前の時代だよね、江戸時代、鎖国 やってたわけだよね。で鎖国やってれば当然、食料品なんかね、入ってきませんからね、100% 自前だわけだよね。で当時、まあ、農家の人は何食べてたかっていうと、ご飯と、まあ、簡単な漬物だよね、たくあんだよね、そのもので、あとは味噌汁ぐらいで、農作業をやってたわけだよね、
でそれってもうずっと長い間、続いてきて、多分私が生まれた昭和30年代くらいまではそんな 食生活してたわけだよね、うん、だからまあ 何十世代にもわたってそういう生活をしてきたから、うん、まあね、私たちが世界中のいろんなものを食べられるようになったのはここ50年ぐらい、半世紀ぐらい前からだもんね。それまでは一汁一菜、うん、だからご飯に、味噌汁に、たくあんぐらいでねご飯食べてたんで、まあそういう生活してたから、今さらね米国から穀物入ってこなくなっても、まあ米はね余るほどあるんだから、別に日本国民が飢えることはないと思うんだよね。でも大げさに日本にも食料危機が来るようになってってね、そういうのを一生懸命見てる方も、ね、いらっしゃるんだけど、まあ他の人は食料危機来るとは思ってないと思うよね。まあ特に米専業農家の人なんかはね、転作がなくなればね全部販売として高く売れるんだから、もう食料危機様々だよね。でもまあ YouTube はねそういう大げさに書かないとね、目を引かないっていうのもねまあ現実なんでね、まあ実際どうなってるかっていうのをね冷静に考えてもらえるといいのかなと思ってます。だから竹志農場はそういう記事を書くつもりは ないです。だってご飯と味噌汁と漬物あれば人間生きていけんだもん。まあそれもないなくなっちゃったらちょっと厳しいけどね、うん、だからそれがなくなるシチュエーションっていうのは外国から燃料が入ってこなくなる、そっちのがやばいよね、穀物が入ってこなくなるよりも、燃料が入ってこなくなって農機具を動かせなくなるとちょっとやばいかなと。水穂自然の森公園、あここだな、パワフルアムニフェア、ここを入っていくんだと思います。アグリフェア、はい、アグリフェアですね、はい、ここ駐車場になってますんで、はい、奥から詰めてください。あの バスのあの方でいいのかな、バスの方ではなくてバスの反対側の方からですね、反対側ね、はい、はい、了解です。はい、あアグリフェアの方ですか、はい、あちらの方でお願いします、奥詰めでお願いします。奥詰めね、はい、了解。あ、芝生の方行っちゃっていいの、はい、大丈夫です。あ、はいはいはい、枠あるの？お尻をそっち向ける。あ、ここでいいの？このままで。あ、そっか。はい、了解。あ、線引いてあるんだ。はい。
はい、じゃあ現着です。はい、たけし農場です、パワフルアグリフェアでね、粗品もらってきました。はい、今回はね、帽子ですね。はい、こんな帽子、白い帽子。あー、なんかこれ汚れが目立ちそうだよね。これは、あー、そっか。で、入り口で受付をすると、なんかこんな名札がもらいました。なんてことないんですけどね。はい、あと食券ですね、弁当が出るらしいです。ちょっと私はね、最後まで伊豆にすぐ戻ってきちゃったんですが、これとウェットティッシュですね。あとこの辺の案内図とか、なんか目玉商品があったみたいですね。ちょっと中身よく見なかったんで。はい、草刈り機なんかが安いのがあったみたいですね。はい、これちょっと中身 よく見ればよかったね。全然見ませんでした。はい、こんなものが、いろいろね、チラシが入ってました。まあで、これも後でね、動画にしますけど、実はアグリフェア行く前にね、草刈り機壊れまして、いや、もう1台買っちゃえと。今買えばね、もう自分も、68なんで、1台今買っとけば死ぬまで、使えるだろうということで、1台買いました。で、丸山のね、フォーサイクルを狙ってたんですが、フォーサイクルの草刈り機が8万も するんでね、これ嘘だろっていう感じでね、ちょっと、丸山のフォーサイクルの草刈り機は断念してね、2サイクルの草刈り機、4万4000円ぐらいしたのかな、を買ってきました。まあ、これでね、もう私が現役引退するまでは大丈夫かなと思います。はい、そういうことでね、パワフルアグリフェアへ行ってきました。以上です。